県内で緊急事態宣言が解除されて2ヶ月が経ちました。ピーク時にはおよそ9割の店が休業していた東北最大の繁華街国分町、人出は戻ってきたのでしょうか。国分町通りに店を構えるこちらのラーメン店では、休業要請期間中の5月上旬から店内の改装を始め、先月20日に営業を再開しました。新型コロナウイルス対策として、カウンターには木製の仕切り、テーブルには透明のパーティションを設置したほか、セルフサービスだった高菜や紅生姜などは客から要望があった場合に提供しています。待っていてくださったのか、多いお客さんが来ていただいたんですけれども、まだまだ4割程度というふうには感じてます。さらに先月下旬に仙台市内の飲食店で新型コロナウイルスの感染者が確認されると、客足は一気に2割ほどに落ち込むなど、経営状況はかなり不安定だと話します。本当にこれが国分町かっていうぐらい人もまばらという形ですので、早くお客様も来てくださるような形になってくれればと思うんですが。県内のバーや居酒屋などが加盟する宮城県社交飲食業生活衛生同業組合によりますと、国分町にある飲食店の今月の売り上げは例年の3割ほどにとどまっているということです。また東京都で連日夜の街関連の感染者が急増していることも、国分町の人手に影響を与えています。池田で出てくるというようなニュースとか、そういったのが出てきたあたりから少しちょっと静かになってきたかなという、感染を少し抑える努力と、あと経済の動きというかな、その辺も合わせながら、非常に今ちょっと難しいかなというところです。